こんにちは。東日本大震災直後の夏休みに実施されたハンガリーと日本の子どもたちを結ぶ絆プロジェクトの団長を務めました今野洋二といいます。当時私は東日本大震災の被災地である岩手県大船渡市の教育長を務めておりまして、大船渡市と福島県の中学生高校生17名とともにハンガリーを訪問いたしました。このプロジェクトはハンガリー国およびハンガリーの主要都市であるホードメズバーシャル兵士が被災で辛い生活を過ごしている日本の子どもたちをハンガリーに招待し励ましてあげたいという思いから実現したものでした。この訪問では私たちはハンガリーの政府や国民、ホードメズバーシャル兵の皆様から心のこもった大歓迎を受けました。13日間にわたるハンガリー短期留学でしたが、博物館や自然公園、音楽院や民族舞踊、ハンガリーの農家や一般家庭を訪問し食事を共にさせていただくなど、この間ハンガリーの自然、歴史、文化、産業、人々の生活など変化に富んだ工夫された体験をすることができ、充実した毎日を過ごさせていただきました。ハンガリーを訪問して最も印象的だったのは、経済的にも文化的にも日本との関係が強く、人々が非常に親日的であったということでした。東日本大震災で起きた出来事をみんなで心配して、なんとか力になりたいという気持ちを強く持っていると感じました。ブダペストでは大統領や首相を訪問させていただきました。大統領府では訪問団は大統領執務室まで案内され、熱いおもてなしを受けました。同行していただいた駐ハンガリー日本大使のお話ですと、これほど長い時間対応してくださるのは異例のことということです。国賓級の厚遇でした。首相も同様に対応してくださり、本当にありがたく思いました。訪問期間中、駐日ハンガリー大使館やホードメゾーバーシャル兵士の職員の方々、それにハンガリーでの日本語を学ぶボランティアの大学生たちが訪問団の中学生や高校生に寄り添ってくださいました。日が経つにつれ、中学生や高校生と学生たちの交流は深まり、帰国するとき、ブダペスト空港での中学生、高校生と見送りに来ていた20人余りのボランティアの大学生との別れのシーンはあまりにも感動的で忘れることができません。ハンガリー訪問後、私は大きな被害を受けた大船渡市の復興に力を尽くしました。その後、教育環境の復興を成し遂げ、3年前に教育長を退任しております。退任後、私たちが経験したことを後の時代に生きる人たちに役立ててほしいと考え、3.11 からの教育復興として大船渡市の教育復興の歩みを一冊にまとめ刊行しております。これがその本です。あの時ハンガリーの皆さんからいただいた温かな気持ちや激励、ご支援は決して忘れることはありませんし、今度は妻にもブダペストの美しい夜景を見せてあげたいと思っているところです。ハンガリーの皆さん、ありがとうございました。